工場で初めて量産化に成功しました。秘密が多くて工場内はお見せできません。今までできなかった椎茸の安定生産が始まっています。イエスものづくり、今回は長野市の北斗を紹介します。初めて椎茸の量産化に成功した北斗。今まで生産にばらつきのあった椎茸を機械化して安定的に出荷。量販店からの強い要望があったといいます。今までの我々が作っているキノコとは全く違う、もう発想の転換。うちの研究員なんか人によってはですね、そんなの無理ですよってですね、結構ねやり合ったこともあったんですけど、やってみないことに話にならないじゃんっていうことになってですね、まあ実際やったらまあここまで来たと。北斗が生産する椎茸は傘の部分が開ききる前の生どんこ。通常の瓶栽培ではなく、おがくずを敷き詰めた培地で生産されます。殺菌を経て種を摂取、温度管理された育成室で3ヶ月の時間をかけて出来上がります。椎茸はまあ2番取り3番取りっていうのがまあ通常らしいんですが、うちの場合はまあ1番取りということで、もう1回取ったらもうその培地はもう捨てちゃいます。最初に一番栄養が高い培地で作るんで、まあ、栄養価も高いと思います。専用の研究所を構えて3年、出荷まで実に6年の歳月をかけて誕生した量産椎茸。うまみが凝縮され、肉厚で食べやすく改良したといいます。まだまだ今の工場のが 100% というのは思っていませんけれど、まあ、これからもっといいような発想というのは今後において出てくるんではないかなと。イエス